綾子は私の前にカップ麺を置いた。家族の分しかないです。綾子が何を言っているのか私は理解できなかった。帰りますか。健三はそれだけ言うと玄関に向かい出す。はい。私も席を立ち健三についていく。ごめんなさい、あんなことになってしまって。席を切ったように健三に今までのことを話した。ある時から急に綾子が私への態度を豹変させたことを。私の名前は山城花江、56歳の専業主婦だ。夫の名前は健三。健三とは同じ会社で働いていた、いわゆる社内結婚だ。私は経理、健三は営業と部署は違ったが、経理にちょくちょく顔を出していた。健三は出張のお土産を経理に配ってくれたのだ。健三は気が利くし、それに優しかった。領収書の確認で私が営業部に行くと真っ先に対応してくれるのも健三だった。健三は自分が悪くなくても必ず謝ってくれる。対応も誠実で、そして笑顔が優しかった。私は密かに惹かれていたのだが、自分から言い出すのは恥ずかしく、会社の同僚という関係がしばらく続いた。そんなある時、社員の一人が領収書の不正処理をしていたのが発覚したのだ。その時に健三が経理部と協力してくれ、真相解明に尽力し、解決した時に健三が私を慰労会という名目で食事に誘ってくれた。何人かで行くのかと思っていたら、私と健三の二人だけだ。私はびっくりしたが、それ以上に嬉しかった。健三との食事は時間を忘れるほど楽しかった。帳簿をつける時などきっちりお金が合うのが楽しいなど、私と健三は趣味というか思考が似ていた。それから何度か食事をし、デートにも行った。そんな付き合いを半年ほどして、健三は私に結婚を申し込んでくれた。少し悩むふりをしたが、すごく嬉しかった。一週間くらい健三の気を持たせようとしたが、嬉しさが勝ってしまい、翌日には OK と伝えた。健三は出会った当初からとても優しい。それは結婚した今も変わっていない。私のことをいつも考えてくれる。夫婦の時間もしっかり作ってくれる。健三と結婚できて私は本当に幸せ者だと思っている。私は結婚後も仕事を続けていたが、長男の岳を妊娠したことで退職した。岳の出産は難産で大変だった。岳は逆子だったのだ。健三は医師から最悪どちらかの命に関わるかもしれないと言われていたそうだ。そんな中で生まれた岳を私たちは可愛がった。岳はいたずらっ子で、家の中は落書きだらけ。おもちゃもすぐに分解してしまう。それでも私たちは岳を怒らず、自由にのびのびと育てた。私は妊娠出産にリスクがあるとのことで、子供は岳だけにしようと健三と決めていた。そんなこともあって、岳は私たちにとって大事な宝物だった。幼稚園、小学校低学年のうちは自由奔放に動き回りすぎて、先生たちの手をずいぶん焼いていた。保護者面談で何度も注意された。しかし小学校高学年になると分別ができてきたようで、振る舞いがきちんとしてきた。それ以降の岳はかなりの優等生となっていったようだ。岳は学校の成績がよく、生徒会の会長を務めていた。部活でも部長を任されていた。テストの点数は90点を下回ったことがない。しかし家での岳はあまり勉強している様子がない。私が部屋を覗いてみても、岳は大抵寝転がって漫画を読んでいる。私が
勉強していると聞いても、ガクは漫画を読みながらしてるよしか言わない。そんなガクだが、成績が落ちたことは一度もない。きっと私の知らないところで努力を続けていたのだろう。ガクは公立の中学、高校に進学した。ガクの成績なら難関と言われる私立にも行けるのに、家から一番近い公立の学校を選んだのだ。中学高校でも成績は常に上位で、生徒会長も務めていた。大学も地元の公立大学に進学した。大学では勉強よりもボランティアなどの活動に精を出していたようだ。そして就職活動を開始したのだが、ガクは地元の企業しかエントリーを出していなかった。ガクの成績なら大企業や外資系企業でも就職できるはずなのだ。ガクがそこまで大きくない会社を選んでいるのが私は不思議だった。私はなぜなのかガクに聞いてみた。高校の頃から地元で就職したいってなんとなく思ってたんだ。どうやら高校の授業で地元について調べることがあって、そこから地元に興味を持ったらしい。大学も地元を選び、ボランティア活動を通じてこの町を深く知ろうとしていたのだ。ガクがそのようなことを考えているなんて思っておらず、私は素直に感心してしまった。私がすごいね、ちゃんと考えていたんだねとガクを褒めた。そんな大したもんじゃないよ。そう言ってガクは照れたように笑っていた。ガクは希望通りの地元企業に就職が内定し、無事大学も卒業した。卒業後もこの家から通うのかと思っていたら、会社の近くにアパートを借りることになった。ガクは何事も経験だからと言っていた。一人暮らしというものを経験して、家事がどれくらい大変なのか知りたいということのようだ。ガクのいなくなった我が家は火が消えたように静かになった。でも考えてみれば、結婚当初はこうだったのだ。私は健三との二人での生活を楽しむことにした。ガクが公立の学校を選んでくれていたので、貯金はかなり残っている。家のローンも残りわずかなので、健三が定年退職するタイミングで完済できそうだった。さらに私の実家はアパート経営を手広く行っている。ゆくゆくは私がアパート経営を引き継ぐことになりそうだ。生活に関しては困ることなく老後を迎えられる。ガクのアパートは自転車でも行き来できるくらいの近さだったので、ガクはよく家に帰ってきていた。おかげで寂しい思いをすることもなかった。そんな穏やかな生活が何年か過ぎた頃に、ガクが会わせたい人がいると言ってきた。26歳の時だ。ガクが家にその女性を連れてきた。紹介します、綾子さんです。ガクと会社が同じで、綾子さんは経理部で働いているそうだ。その話を聞いた時、私と健三は顔を見合わせて笑い合った。ガクと綾子は不思議そうに私たちを見ている。健三が笑いながら私と健三の馴れ初めを話し出した。ガクと綾子もその話を聞いて、お互いに目を合わせてニコニコとしている。綾子は小柄で、笑うと目尻が下がり、優しそうなとても可愛らしい印象を受けた。綾子は落ち着かないのか、我が家のいろんなところをキョロキョロと見ている。その姿も小鳥が周りを見回しているようで愛嬌があった。私と健三はすぐに綾子を気に入ってしまった。もしこの時綾子を厳しい目で見ていたら、この後起こる事件はなかったのだろう。我が家を綾子が見回していたのにはある理由が隠されていた。私と健三はそこに気がつくことができなかった。よろしくお願いします。声を聞いても綾子はとても感じがよく、ガクにはもったいないと思うようにもなっていた。綾子は聞き上手で、
普段はおとなしい健三が彩子相手に楽しそうに語り合っている。夕飯も4人で囲み楽しい時間を過ごした。彩子と岳が帰った後に、私と健三は岳がいい相手を選んだことに安堵し喜び合った。なんとなく私は肩の荷が下りたような気になっていた。岳と彩子の交際は順調に進み、結婚することになった。地元の結婚式場で2人は式を挙げ、みんなから祝福されていた。私も健三も嬉しくて、この日は人生でも指折りの思い出の日だ。しかし、ここから下り坂を転げるように私と健三に不幸が襲ってくるなんてとても想像できなかった。最初のうちはたまたまとか彩子の体調が悪いのかと考えていたが、どうもそうではないようだ。私に対する態度が日に日にひどいものになっていった。私が今日の夕飯のメニューについて彩子に相談しても、最初は聞こえないふりをされる。次に返ってくる言葉は大抵何ですかと面倒くさそうなものだ。私は彩子の態度にひるんでしまう。夕飯何にしようかなって思ったんだけど、彩子の返事はいつも冷たい。ああ、何でもいいんじゃないですか。お母さんが考えてくださいよ。相談できる雰囲気では全くない。初対面の頃とは明らかに彩子の態度が変わってしまった。しかも私にだけだ。私は怒るというよりも戸惑ってしまった。彩子との関係を壊したくなくて、必要以上に下手に出てしまう。じゃあ今日はカレーとかどうかな。彩子は面倒くさそうに、いいんじゃないですかと私との会話を打ち切ってくる。私はすぐにカレーの準備に取り掛かる。そうすると彩子は手伝いもせずに、いつものその材料スパイスはなどいちいち突っかかってくるような独り言をつぶやく。私はその言葉を無視しながら黙々とカレーを作る。料理をしながら私は彩子にひどいことをしたのか考える。しかし私は何も思い浮かばない。彩子に嫌なことを言ったのだろうか、気に障るようなことをしてしまったのだろうか。私は必死に思い出そうとする。しかしどれも思い当たらない。私には正直なところ心当たりは全くなかった。それ以降も彩子の態度が改まることはない。彩子からひどい態度を取られるたびに、私は彼女に何かしてしまったのかと考え込んでしまう。しかしなぜ彩子がひどい態度を取ってくるのかが私には分からなかった。彩子の態度が変わった理由は私ではなく他にある気がするのだ。これはなんとなくで、確信があるわけではない。1年経っても相変わらず彩子の私に対する態度は変わらないままだった。それどころかよりひどくなっていた。お母さん、この料理まずそうなんですけど。彩子は堂々と私の料理に文句をつけてくるようになった。今までの遠回しなものではなく、堂々と悪口を言ってくるようになったのだ。味付けも濃そうだし、見た目も悪くないですか。私はつい口答えをしてしまう。うちはいつもこれだけど。彩子は私の言葉を鼻で笑って返してくる。そうなんだ、ダサ。私は彩子の態度に正直かなりイラッとした。そんなに言うなら今度は彩子さんが一人で作って。怖い、お母さん怖いですよ。彩子はわざと大きな声で大げさに怖がった。リビングにいる健三と岳に聞かせようとでもしているのだろう。この彩子の計算高さが私は怖かった。とにかく彩子の態度は私と二人きりの時しか見られない。私を煽ってくるような発言ばかりを彩子は繰り返した。健三や岳に相談しようと私は何度も考えた。
だが、どうしても私はできなかった。彩子は健三には献身的とも言える態度で接する。学とも彩子は仲がいい。だから私が我慢すればいいだけだと思っていた。関係を壊したくなかったのだ。今日の夕ご飯はお母さんが作ってくれたキンキの煮付けです。ものすごい笑顔で彩子は料理を出す。キッチンで彩子に散々嫌味を言われた私は苦笑いしかできない。健三は美味しそうだなと席に着く。ガクも笑顔だ。お母さんは美味しいご飯も作れるし、洗濯も掃除も上手で、私本当に尊敬しちゃう。彩子は笑顔で私に顔を向ける。正直私は気持ち悪かった。お母さん本当にすごいわ。彩子の笑顔の裏にある顔を知らない二人は、私を立てる彩子を微笑ましく見ている。ありがとう。私も取り繕うように笑顔を返した。知らない人が見れば私の表情はぎこちないと気づいただろう。この彩子の笑顔を見たら、彩子が私にひどい態度をとっているとは思えない。私の方が嘘をついていると言われるのが関の山だ。健三と学に嘘つき呼ばわりされるのが怖い。私が誰にも相談せず我慢し続けていれば、彩子の態度も変わってくるだろうと思った。しかし彩子からの私へのひどい言葉や態度は収まることがなかった。彩子は相変わらず私の作った料理はまずいと文句を言う。しかし自分は何もしない、後片付けもだ。そして少しでも不満なことがあるとすぐに文句を言ってくる。ある日、彩子が私に我慢ならない言葉を投げてきたのだ。お母さん、その味付け正気ですか？我慢できず私は彩子に言い返した。何か文句あるの？彩子はいつものように大げさに驚いてみせる。何もないですよ。怖い。何ですかその言い方。私をバカにするのもいい加減にしなさい。彩子は私の真剣な眼差しに少したじろいだようだ。彩子はバカにしてないとつぶやいて、唇をかみしめて私のことを睨んでいる。いつもいつも本当に不快なのよ。私は言葉を続けた。うるさい、あんたみたいな女。彩子の化けの皮が剥がれたようだ。途端に彩子の顔が醜く歪んだ。雑に扱われるくらいがちょうどいいのよ。さらに彩子は私を罵倒し続ける。私に対して彩子は本当にダサい、顔も良くないし性格も悪い、あんたが姑なんてありえないと悪口が止まらなかった。ここまで私をバカにするということは、私が相当嫌いなのだろう。しかしだ、いくら嫌いな相手だからといってここまでひどい言葉を言える神経がわからない。だったらうちに来ないなどして距離を取ればいいのにと私は思う。私は悲しくなってしまった。悲しいわ、あなたがそんなことを思ってたなんて。彩子は取り乱したように大きな声を出す。いや、もう本当に嫌。おい大丈夫か。リビングからガクが声をかけてきた。彩子の大声がリビングに届いてしまったのだ。大きな声が聞こえてきたけど。ガクがキッチンにやってきた。私と彩子が言い争いをしていると、リビングの方からガクがやってきた。彩子はガクの顔を見て気を取り直したようだ。ごめんなさい、ゴキブリが出たのよ。私も彩子に調子を合わせた。そうなのよ、ごめんね、騒がしくして。彩子はゴキブリは私たちで何とかしたから大丈夫と言って、ガクの背中を押してリビングに押し戻した。ガクはそうかと言ってリビングに戻っていった。
綾子も私もガクと健三を巻き込む気は全くなかった。これは私と綾子の問題なのだ。その後も私と綾子の関係は変わらない。私たちの間には険悪なムードが漂い続けていた。しかしそれから半年ほど経った頃に、ガクの家に嬉しいニュースが飛び込んできた。ガクと綾子の間に子供ができたのだ。私はこれを機に綾子との関係が変わることを期待した。綾子は妊娠後大事を取っていたので、我が家に来る回数もめっきり減っていた。私は久しぶりに安らかな日常を取り戻していた。綾子のいない間に、私は綾子が態度を変えた理由を考え続けていた。私に思い当たることはない。ただ一つだけ気になることがあるのだが、そんなことであんな態度になるのだろうか。いやいや、そんなはずはないと私は首を振って買い物に出かけた。綾子が安定期に入った頃に、綾子とガクがうちに遊びに来た。子供ができるんだし、綾子の態度は落ち着いただろうと私は思っていた。しかしその考えは甘かった。綾子は私と会うと以前のようにひどい態度をとってきた。お母さんと違って順調に育ってますよ。私は大事な体なんだからソファーで休んでてと綾子に言ったが、綾子は私にひどい言葉を浴びせてくる。嫌ですよ。あなたに料理を任せたらどんなものを作るかわからないじゃないですか。さらに綾子は私が監視しないとと信じられないことを言ってくる。なんだ監視とは。綾子は私のことをそんな風に見ていたのか。言い返してきてもいいですけど、子供を一人しか作れなかったお母さんに何言われても平気ですから。私は平然とした顔で、ああそうと答えたが、心の中は平穏ではなかった。ガクに兄弟を作ってあげられなかった負い目が私にはあった。心のどこかでガクに申し訳ない気持ちを私は持っている。その分ガクには愛情を注いだし、向き合える時間も多かった。健三とも二人でゆったりとした生活を送ることができた。そのことに後悔はない。私が黙り込んでいると、綾子は傘にかかるように私に文句を言ってくる。その反応言い返せないんだ、ダサ。私は綾子が何をしたいのか、何の目的があってこんなことをするのかわからない。もうこれ以上相手にするのは無理と思って、私は綾子を無視した。それから数ヶ月後、無事にガクと綾子の間に元気な女の子が生まれた。私と健三にとって初孫だ。ものすごく嬉しかった。私たちは初孫と会える日を心待ちにしていた。そして私は子供ができたことで綾子と私の関係も良くなることを期待していた。私は子育ての経験があるから綾子にたくさん教えてあげようと思っていた。しかし私の願いが叶うことはなかったのだ。このことは初孫のお披露目会で思い知らされる。さらに綾子が私にしてきたことの真相も明らかにされる。綾子が赤ちゃんと一緒に退院して1週間後に、私と健三は岳のマンションへ出産祝いに駆けつけた。私と健三は初孫のおくるみや抱っこひも、おむつ、粉ミルクなど孫へのプレゼントを山ほど買っていった。綾子は少しやつれていたが元気そうだ。私の顔を見た時に冷たい目になったのが気になったが、私は初孫が見たくてそれどころではなかった。初孫はすやすやとベビーベッドで寝ている。ガクが父親になったのも感慨深い。ガクは心なしか大人の顔つきになっている。私は買ってきた食材をテーブルに並べる。生まれたばかりで食事もままならないだろうと、私はガクと綾子のために惣菜もたくさん買ってきていた。
私がキッチンで準備しようとすると、なぜか綾子が私がやるので座っていてくださいと言う。無理しなくていいわよと言うと、綾子は私の肩を押さえつけて椅子に座らせた。大丈夫ですから。私は綾子のただならない言動に押されるように椅子に座った。綾子がキッチンで惣菜を皿に盛り付け、健三とガクの前に出した。どうぞ食べてください。私の分はこの後だなと思っていると、綾子は皿を一つだけ持ってテーブルに置いた。私の前ではなく綾子の席に置いたのだ。私はなんとなく嫌な予感がしたが黙っていた。あら、やだ、お母さんの分忘れちゃった。健三とガクは笑っている。嫌な予感は私だけらしい。だがこの後の綾子の行動に健三とガクも凍りついた。綾子は私の前にカップ麺を置いたのだ。家族の分しかないです。綾子が何を言っているのか私は理解できなかった。私が固まったままでいると、綾子は笑いながら追い打ちをかけるようなことを言ってきた。あなたは家族じゃない、他人ですよ、当たり前じゃないですか。私は綾子の言う家族じゃないという意味がわからなかった。綾子の私に対する思いが前から変わっていないこともわかってしまった。ここで健三が席を立った。帰りますか。健三はそれだけ言うと玄関に向かい出す。はい。私も席に立ち健三についていく。マンションのロビーで私は健三に謝る。ごめんなさい、あんなことになってしまって。健三は優しく笑いながら私を見ている。悪いのは綾子さんの方だろう。何があったんだい。席を切ったように健三に今までのことを話した。ある時から急に綾子が私への態度を表現させたこと、そして健三や岳の前では仲のいいふりをしていたこと。健三は私の目を見てゆっくりとうなずいてくれた。なんで私の話をすべて信じたのか健三に聞いてみた。まあ、まさか綾子さんがそんなことをしているとは思わなかったよ。私も健三の立場だったらそう思う。それだけ綾子はうまく立ち回っていたのだから。花江が嘘なんてつくわけない。しかも誰かをけなすことなんてしない。健三は私を信頼してくれていた。それがすごく嬉しかった。健三は独り言のようにつぶやいた。夫である俺が花江の言うことを信じないなんてありえないな。私は思わず涙があふれてきた。健三が笑いながらハンカチを手渡してくれる。こんなことになるまで気づけなかった俺も悪い。それは仕方がない、私はひた隠しにしてきたのだから。本当に悪かった。健三の言葉で私は涙が止まらない。何も心配はいらない、私がついているから。私は涙声でありがとうと伝える。なんて健三は頼もしいのだろうか。健三の優しさに触れて私は感動していた。マンションのロビーから出ようとした時に私の携帯が鳴った。画面を見るとガクからだった。初孫のお祝いだったのにぶち壊してしまったことを申し訳ないと思いながら私は電話に出た。ガクからの電話はきちんと話し合いたいから戻ってきてくれというものだった。綾子の非礼を謝りたいし、綾子の様子もおかしいとも言ってきた。私は健三に相談し二人で戻ることにした。玄関を開けるとガクが迎えてくれた。ガクはリビングではなく準備中の子供部屋に案内してくれた。勉強机やベッドが置いてあり、ずいぶん気が早いと私は思わず笑ってしまった。綾子のことは本当にごめん。
ずいぶん前から揉めてたんだろ。ガクは何か気づいているようだ。前にキッチンで大声出してた時も揉めてたんだよね。そうだ、ガクにはゴキブリが出たってごまかしたんだ。ガクは気づいていたのか。私は結婚後、割とすぐに綾子の態度が変わったことをガクに説明した。ガクは黙って聞いていたが、拳は強く握られていた。本当にごめん。ガクも私の言うことを信じてくれた。ガクは綾子のことをかばって私の話を嘘だと言うかもしれないと思っていた。私はまた涙ぐんでしまった。綾子と離婚することにした。私と健三はびっくりして言葉を発することができなかった。どうして？なんとか私は一言だけ言うことができた。健三もうなずいている。ガクは今から説明するからと部屋を出てリビングに向かった。私と健三も後に続く。リビングから彩子の泣き声と、いやーという叫び声が聞こえてきた。ダイニングテーブルには離婚届が置いてある。そこにはガクの署名があるのを私は見逃さなかった。彩子は私の顔を見ると、手元にあった雑誌や置物を私めがけて投げつけてきた。一つが私に当たりそうになる。その時健三が私をかばってくれ、健三の顔に小さな置物が当たった。健三のメガネがあらぬ方向に飛んでいく。彩子も当たると思っていなかったのだろうか。大きく目を見開いて動きを止めている。私も驚いて健三の顔を見ると、こめかみあたりから血が流れている。ガクは眉を吊り上げ、ものすごい形相で彩子に近づき、彩子の両手を押さえつけた。自分が何をしたか分かっているのか？ガクから今まで聞いたことがないような大きな声が発せられた。彩子は腰が抜けたようにその場にへたり込んだ。悪くない、私は悪くない、悪いのはあの女だ。彩子は放心したように同じ言葉を繰り返しつぶやいている。ガクが寂しそうな顔で私を見てきた。結婚してすぐに彩子が母さんを訪ねていったことがあっただろう。私はいつのことだろうと思いを巡らせた。その時だ、私はあることに思い至った。あの時の違和感に今気がついた。そうだ、彩子は私を一人で訪ねてきたのだ。その時彩子は私に借金を申し込んできた。その借金は額の知らないものだった。だから私はまずは額に話してからにしなさいと言ったのだ。その時は分かりましたと言って彩子はすぐに家に帰っていった。その後その件で私に相談に来ることはなかったので解決したと思っていた。このことは私だけの胸に収めていたので健三は知らない。健三は驚いたように私を見てくる。黙っていてごめんなさい、彩子さんに申し訳なくて言わなかったのよ。そういう言いこぶってる態度がムカつくんだよ。突然彩子が私に暴言を吐いてきた。ずいぶん柄の悪い話し方だ。その借金だが、彩子は別のところから借金して返済したんだ。さらにガクは彩子の浪費癖について教えてくれた。彩子は昔から金遣いが荒い。食材も高級なものを使いたがるし、ブランド物も大好き。ガクが彩子と出会った時も彩子には借金があったそうだ。彩子にもうこれ以上借金をしないように話した。そうしないと彩子とは付き合えないということも伝えて、彩子は承諾する。あの時彩子は泣きながらごめんなさいって言ってたんだけど。ガクは悲しそうに彩子を見下ろした。
とにかく私は絶対に悪くないから、悪いのはあの女だ。自分は悪くないと言い張る綾子だが、何の説得力もない。ガクと健三はそんな綾子を冷めた目で見ている。ふざけんな、うるさいうるさいうるさい。綾子は癇癪を起こしたように泣きわめき始める。私たちは手がつけられなくなり、綾子を遠巻きにする。綾子が近くにあった陶器製の置物を床に叩きつけようとしたその時、ベビーベッドで寝ていた赤ちゃんが泣き始めた。私が駆け寄ってあやそうとした時だ。綾子が怒鳴り声を上げた。うるさいわね、何泣いてんのよこのガキ。私たちはびっくりして綾子を見る。どいつもこいつも私の邪魔ばかりして、黙れよ。赤ちゃんは綾子の怒鳴り声で火がついたように泣いてしまう。私が慌ててあやそうとするが、泣き止む気配はない。ああ、もううるさい。早くそのガキを泣き止ませろよ。これが綾子の素なのだろうか。柄の悪い喋り方のままだ。綾子の目は完全に正気ではない。我を失っているようだった。私は赤ちゃんの身の安全を考えて、子供部屋に連れ出すことにする。どこに連れて行くんだよ。あなたが何をするかわからないからよ。綾子は赤ちゃんから手を離せと怒鳴っている。綾子さん、まずその手に持った置物を下ろしなさい。綾子は振り上げた手に持っている陶器を見つめた。そんな姿を赤ちゃんに見せていいんですか。冷静な健三の言葉で綾子は我に戻ったようだ。静かに置物を下ろすと、両手で顔を覆った。綾子は大声で泣きじゃくり始めた。結局この日は赤ちゃんを私と健三が預かることにした。あとはガクと綾子でゆっくり話し合ってもらおう。翌日ガクが家にやってきた。ガクの顔はやつれていたが、どこかさっぱりした表情だ。今で私と健三はガクから話を聞いた。それは恐ろしいものだった。昨日の話では綾子の浪費癖がひどいというものだった。ガクからの説得でも浪費癖は治らなかった。そればかりか綾子の浪費癖はひどくなっていたのだ。あちこちから借金を繰り返していた綾子が目をつけたのが私たちの資産だった。この話を聞いた時、最初に綾子がここに来た時に家の中を見回している理由が分かった。綾子はこの家に金目のものがあるか、金持ちかどうか確認していたのだ。そうして私からお金を引き出そうとした。しかし断られて逆恨みしてしまったようだ。それから私に辛く当たるようになった。私は怖くなって身震いした。意地悪で貸さなかったわけではない。まずは夫婦で話し合ってほしかっただけなのだ。それを綾子は悪い方に取ってしまった。ガクの話はそれだけではなかった。綾子の様子が最近おかしかったので、ガクは更新所に調査を依頼していた。その結果綾子の浮気が発覚した。しかもだ、綾子はその男と共謀して健三の死亡保険金を奪おうとしていた。私は驚いてしまった。それってまさか。ガクは黙ってうなずいた。事故に見せかけようとしていたんだ。ガクは苦しそうに話を続けた。綾子は私をいびり倒して家から追い出そうとしていた。私が家を追い出されたタイミングで健三を亡き者にしようと計画したのだ。なんということだろう。綾子はそんな恐ろしい計画を立てていたのか。
私は体が震えて両手で体をかき合わせた。ガクは報告を受けて離婚を決めていた。檻を見て話そうとしていた時にこの事件が起きたというわけだ。ガクは警察に通報すると言っていた。このまま黙っているわけにはいかない。確かにこのままうやむやにすれば彩子はまた繰り返すだろう。許されると甘えてしまうはずだ。そして同じことを、いやもっとひどいことをする。彩子はしっかり裁かれるべきだとガクは言っている。健三も同意した。私もその方がいいとガクに伝えた。ガクは警察に通報し、彩子は逮捕された。保険金を不当に得ようとしていたのだから捕まって当然だろう。彩子の日記には保険金を得るための計画が具体的に書かれていた。ガクと彩子の離婚も彩子が留置所にいる時に正式に決まった。彩子は親権を主張したらしいが、当然のように親権はガクのものになった。親権を主張する彩子には弁護士ですら呆れていたようだ。彩子が起訴されれば共謀者とともにおそらく実刑判決になるだろう。彩子には塀の中でしっかり反省し罪に向き合ってもらいたい。ガクの人生を台無しにしたばかりでなく、生まれてきた子供にも大きな迷惑をかけたのだから。健三への暴行は健三が被害届を出さなかったので事件にはなっていない。健三ならではの優しさだった。彩子がいなくなって私の心に平穏が戻ってきた。夜もぐっすり眠れるし、ガクの家に遊びに行っても動悸が起きることもない。健三との二人暮らしも穏やかに過ごせている。彩子にひっかき回されていた時が私には嘘のように感じる。ガクと孫は二人で暮らしている。幸い私と健三は近くに住んでいる。保育園の送り迎えや食事など手伝えることは何でもしている。何より孫の成長を間近で見られるのは嬉しい。このまま行けば私と健三は孫の成人式も見られそうだ。孫が赤ちゃんだったこともあって母親のことは記憶にない。寂しいかもしれないが、あんな母親であればいない方がマシだっただろう。それに学には付き合っている女性がいるらしい。孫が内緒話と言って私に耳打ちしてきたのだ。学から紹介したい女性がいると言われるのが待ち遠しい。